小室圭と小室真紀さんが結婚してようやく渡米というニュースが飛び込んできましたね。もともとはサンドラー法律事務所からすぐに戻ってきてほしいと言われていたから、報道も結婚後翌日には渡米かとも言われていました。ただ真紀さんにお願いされたのか一緒に渡米することになったということで、週刊女性プライムでは報道されていました。小室圭さんだけではなくて真紀さんも出国を急ぐ理由があったようです。それは11月23日に行われる新浪祭までに小室夫妻には渡米してほしいということです。これは皇室にとっては最も重要なイベントで、勤労感謝の日として祝日にもなっています。会場には総理大臣や天皇家の親族も参列するようです。さらに11月30日には秋篠様の誕生日会見があります。この誕生日会見では当然娘さんの結婚の話も出るでしょうし、そこでまた小室夫妻が注目されてしまうので、それまでに出国してほしいということだったようです。ちなみに小室圭は真紀さんの祖父の川島達彦さんのお見舞いと葬儀に参列しましたが、父親の小室俊一さんの墓参りには行っていないようです。父親には嫁の真紀さんを紹介されないようです。小室俊一さんといえば、小室圭が10歳の頃に自殺をしましたが、精神的な疲労からと言われていましたよね。一級建築士の免許を持っていて、マイホームを建てる計画を立てて、俊一さんの両親に金銭的な援助を頼んだら、小室圭さんが内装のデザインへのこだわりが強くて予算を大きくオーバーしたようです。それで大きく揉めて仲裁に入った小室俊一さんが、仕事のストレスも重なって自殺をしたわけですが、その自殺も怪しくて河川敷で焼身自殺と言われていますが、普通は精神的に病んでいる人が自殺をするときは衝動的な自殺を選ぶことが多く、首吊りや飛び降りや列車への飛び込みとかを選ぶわけです。それがガソリンを用意して計画的に亡くなったわけです。自殺ランキングでも焼身自殺はほぼ皆無です。仮に焼身自殺でも自宅に火をつけてといった感じで、わざわざ河川敷まで行きません。さらに遺体は炭化していたようですが、自殺では炭化まではされないようです。亡くなった後にガソリンを撒いてやれば炭化すると言われているようです。まあそういったこともあって保険金が7年半もおりなかったんでしょう。ただ犯人がいたとしてもそれを特定できるものがなかったから、消去法で自殺として片付けるしかなかったんでしょう。ちなみに小室圭は周りには自殺とは話してないようなんで、ここから虚言癖になったのかもしれません。それは友達に俺の親父自殺をしたなんて言えませんよね。ちなみに婚約内定会見してから4年ほどは、少なくとも小室圭さんや小室圭が墓参りをしたということはないようです。お寺の関係者によると、たまに親戚の方が来てお線香をあげていかれるぐらいだと語っていました。 ICU で喋られない状態で面会した川島達彦さんの葬儀には行くのに、自分の父親の墓参りには行かないんですね。真紀さんとの結婚を報告することはなかったですね。まあでも小室真紀さんのビザ取得がやはり想定よりも遅れたんでしょうね。一緒に行く予定がなかなか取得できなかったんでしょう。アメリカの大使館も今年度の9月から12月まで特別で面会なしの郵送でビザ申請を受け付けるということで、1週間でビザ取得できるのかと思ったけども、いろいろとビザの取得が遅れたんでしょうね。小室真紀さんはどんなビザを取得したんでしょうね。ニューヨークタイムズでもカナダのメディアでもゴールドディガーと報道されて、恋愛目的ではなくて金銭目的と言われているわけですからね。せっかく結婚会見で愛していますって発言したのに、海外では金銭目的ってバレちゃっていますからね。日本の報道は印象操作できても、海外は難しそうですね。小室圭もサンドラー法律事務所では激務が待っているみたいだけども、日本では散々使えないやつだったと叩かれていたし、サンドラーでもすぐに使えないのがバレちゃうのではないでしょうか。アメリカはただでさえアジア人というだけで舐められるだろうし、就職しても続かないでしょうね。ちなみに精神科医の片田さんは小室圭さんのことを分析していました。秋篠ご夫妻に面会した際に司法試験の出来栄えについて聞かれても大丈夫ですと答えたことについて、不合格の可能性も想定していた場合と自分自身の合格を確信していた場合ですね。不合格を想定していた場合は秋篠様に生活基盤を整えるように言われていたから、不合格と思っていても口にはできなかったから、弁護士の資格を取得できるかのように振る舞うしかなかったということですね。それだとこれほどまでに結婚を急いだのもうなずけるし、30歳までに結婚したいという願望があったのに30歳を過ぎてから結婚したということですね。まあ皇族費900万円ギリギリでもらえるタイミングでというのもあるかもしれませんけどね。まだ仕事に慣れてから結婚という選択肢もありましたが、急いで結婚したのには不合格が分かってしまって結婚反対の声がさらに高まるだろうと予想したからだということです。また本気で大丈夫ですと答えていた場合は、ドイツの精神科医のクルト・シュナイダー氏が精神病室人格の自己顕示型と呼んでいるようです。精神病室人格はその人格の異常性に自ら悩むか、その異常性のために社会が悩む
異常人格と定義していて、そのうちの自己顕示欲型ですね、つまり合格を確信している無自覚型ナルシストということです。無自覚型のナルシストには6タイプあって、他人の反応に気づかない人と、傲慢で攻撃的な人や、自己陶酔や注目の的でありたい人や、送信機はあるが受信機がないタイプに他人の気持ちを傷つけることに鈍感なタイプです。いずれも当てはまっていそうですが、小室圭さんの場合は送信機はあるが受信機がないというパターンが一番当てはまっているだろうということです。自分の言いたいことだけ言うことが許される場合には送信機の機能を十二分に発揮をして活躍できるということで、論文が自分で書いたものかどうかは分かりませんが、そういう送信機の機能を活かしたということですね。さらに受信機の機能がないから試験のような出題の意図をきちんと読み取って、それに沿うような回答をしなければいけない場合にはうまくいかないわけです。小室文章もずれていましたよね。さらに無自覚型ナルシストは何の根拠もなく自分はできると思い込みやすいようです。だから自分は合格すると思い込んでいた可能性はあるということです。まあでも注目の的でありたいというのも当てはまっているから、不合格でも自信満々の態度でいられるんでしょうね。ちなみに小室圭はニューヨーク司法試験に受験する資格がないのではないかと言われていますが、仮に卒業していたとしても司法試験に受験する資格がない場合もあるんです。実はニューヨーク州では司法試験を受ける前に予備試験があるんです。全州統一の法律と倫理試験 MPRE で州規定の基準点を超える必要があります。ニューヨーク州の場合は150点満点で85点が基準点です。多くのロースクール生は在学中に受験をしています。この試験は年に3回実施されていますが、ここに不合格になっている可能性があります。さらにそれが合格していても、ニューヨーク州で弁護士活動をするためには NYLC というニューヨーク州法に関するオンラインコースを受講して、 NYLE というオンライン試験の合格も必要になります。まあオンライン試験は不正ができるかもしれませんが、 MPRE の試験は実際に150点満点中85点を出さなければ、そもそも司法試験に受験する資格がないわけです。ちなみにニューヨーク州の合格率は 69% ほどでした。つまり小室圭は本当に司法試験に受験していない可能性も十分にあるわけですね。小室圭は精神科医の判断によると、受信機の機能がないから試験のような出題の意図をきちんと読み取ることができないから検討外れな回答をしてしまうわけです。それを自分でも分かっていたからか、これまで30年の人生で受験勉強をしたことがなかったわけです。まあ MPRE は年に3回試験があるようですが、これまで法律の勉強をしたことがなかった小室圭にとってはかなり厳しいでしょう。不合格の後の小室圭の自信に満ち溢れた顔は、そもそも受験してないんだけどもという開き直った顔だったのかもしれません。ちなみにフォーダム大学は金持ちのボンボンが行く大学でも有名ですが、あのトランプ大統領も行っている大学だから、安倍首相経由でトランプさんにお願いしたら裏口入学させることは簡単でしょうが、安倍首相と仲がいいトランプさんがやりすぎて全学年でただ一人の奨学金全額免除にした可能性もありますね。ちなみに仮に司法試験に合格しても、弁護士としてのボランティア活動を50時間実施して提出書類としてこれまでの学歴を提出する必要があります。ここで一橋大学のビジネスローが法学部でないことがバレたら弁護士登録は無理なわけです。もういろいろと司法試験に合格しそうな気配がないですね。ちなみに来年2月の司法試験を受験するには、11月1日から11月30日までに申請書を提出しなければ受験すらできないことは確定してしまいます。だから本来であれば早くアメリカに行って司法試験の申請書を提出した方がいいんですけどね。まあオンラインでできるのかはわからないけども、どうなんでしょうね。ちなみに小室圭は当初11月8日にアメリカに行く予定だったようです。ただ空港に姿を見せることはなかったということでした。本来であれば結婚会見が終わってすぐにニューヨークに渡米するはずでした。ただ眞子さんにお願いされたのか、それとも4日後に紀子様のお父様が亡くなったからか、家族葬に出席されました。まあ結婚会見の時は川島達彦さんが ICU にいる設定だったから、まだ日本にいたのかもしれませんが、義理の祖父の葬儀も参加する必要もないし、それを理由に渡米を延期するのもおかしな話ですね。まあ当然日本で税金暮らしの SP がいる生活の方が居心地がいいのはわかりますが、さすがに法務助手として新人でいきなり1ヶ月以上休暇をして通常であれば解雇されますよね。実は他にも理由があるのではないかということで、ニューヨークはちょうど11月8日からワクチンが義務化されました。それできなかった可能性があります。海外から日本に行くときに通常はワクチンを打って2週間経過していれば PCR 検査なしに入国は可能です。ですが小室圭はニューヨークで直撃取材されたときに PCR 検査をしていたと報道されていました。つまりワクチン接種をしていないから PCR 検査をしたのだろうということです。ということは小室圭はニューヨークに行きたくてもワクチンを接種していなかったからなかなか行けなかったのではないでしょうか。ただそこはなんとか
ワクチン接種の偽造をしたのか、ワクチンを打てない体という証明書をゲットしたんですかね。それにしてももう小室圭は司法試験に不合格の可能性や受験資格がない可能性も濃厚で、新人で1ヶ月以上休んで、しかも不合格で解雇濃厚で、再び忖度で新しい就職先か人生設計がもう決まったってことなんでしょうか。さすがに小室マックさんも予想外の展開が続いたのではないでしょうか。ニューヨークに行くと日本より狭いから一緒に住むのが嫌になって離婚も近いかもしれませんね。小室圭さんもニューヨークに逃亡できるんでしょうか。それとも逮捕されるでしょうか。あなたはどんな結末を迎えると思いますか。皆さんはどう感じましたか。このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。